あ、すげえ。肉の。どうも。チャンネルの時間です。京都に来ております。キムダイさんという焼き屋さんで、ワンカット目から味わっております。あ、なるほど。オーケーオーケー、いいね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 。じゃあ、いきます。ウィーウィー、わお、いいねいいねいいね。食べるじゃなくて、何回も出しで。こちらですね、ホテル清流さんっていうですね、僕の友達のその京都の方が、あのここのね、ルーフトップバーがあるらしいんですよ、これ、この上に。で、そこのバーを手掛けたらしく、すごいたまたまなんですけど、今からそちらの取材に行ってきます。あー、はいはいはい。ホテルの中、モダンで、なんかね、小学校学校をリニューアルしたらしいです。アマン東京さんに来ております。今日はですね、もう1カット目終わりまして、今から2カット目ということで、朝飯のシーンを撮ります。マリトッツォでした、はい、このあのイチゴのやつ。はい、今流行りの。これやっぱ流行りなんですか。あのインスタグラムなどで最近こう、でちょっとこの撮影があったんで、食事制限して食べられなかったんですよ。本日ちょっと今日、いやでもな、うまい。あのファスティングの日々が嘘みたいな。方法はタバコの、あ、違う、本田そっち。隣の木村さん、隣の村田さんだった。午後3時ぐらいになりまして、こちらね、靴屋さん、編集長、お寺買おうとしてます。ちなみにね、ちなみに情報ですけど、先ほどね、実はお昼ご飯前にプチ事件がありまして、お財布がなくなりまして、僕のどっか行っちゃって、大捜索の結果、先ほど泊まったホテルにも連絡をし、お部屋に帰ってコロコロバッグも探してないですって言って、リュックをもう一回探したところ、一番手前のポケットにお財布があったっていう、もうあるあるのね、最初探したところに大体あるっていう事件が先ほどございまして、探せしたところでございます。捨てるはずのものだったんです。まさに今好きな部分ですね。今夕方4時ぐらいになりまして、いつもよく撮るの界隈に来ております。いいね、もうザ観光の場所というか、とっても素敵なんですよ、この辺は。
おはようございます、本日3日目でございます。多分5時、6時ぐらい。お願いします、カメさん。おはようございます。カメさんは寮で5000円価格を決めております。みんなは This is 自然ってずっと言ってるから、何なのかな。お店の名前でした。聞けましたでしょうか、この穏やかな山の音、ね、鳥の声と風の音。風は吹いてないな。いいですね、この新緑が目に優しくて。いかがでしたでしょうか、新緑の映像、ね、もうちょっと暖かくなってくると、さらにこう緑が濃くなってくるっておっしゃってました。朝がゆのお店にやってきました。いただきます。全部終わりました。まさかのぬるっとぬるっと終わりました。そんなわけでですね、今回、僕がお片付けしておりますけども、京都特集ということで、お届けいたしました。朝から晩までだいぶいっぱい撮影したので、ぜひ締めをお楽しみに。メズグラブ京都特集でございます。ありがとうございました。また飲んで帰ります。